昔々あるところに気持ちのいい心の優しい爺様とばあ様とが仲良く暮らしておったあとその隣にはよくのふけいえんちゃがり爺様とばあ様とがおったあと気持ちのいい爺様が山にばきりに行ってくんので 中半に食う団子をばあさまに作ってもらって、じいさまと山さ行った後、中半になったので、じいさまとばあさまが山のすってんぺいで団子食いを始めたと一つ食い、一つずつ食って、一つ残ったらと、そしてじいさま、 一つばっかり残さねで食ちまし、いや、ばあさま、俺腹ぺい食ったから食いやり、じいさま食わしゃり、ばあさま食いやりと言って、いるうちばあさまがその一粒の団子をじいさまの手のひらにあげてやったとすると団子はその手のひらからころりと転んだ、 転げ落ちたと、じーさまがあら、コロコロと転んでん団子を持ってにな、持ってにな、と思って、広帯と思って、団子はなんぼりもコロ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 ,コロと転がって、下さを降りてんだと、じーさまが追っかけまんゃにもんだから、テーラさえ行ったらば、広帯と思って、行ったところが、テーラさえ行っても、 団子が、コロコロ転がんだと、そんじいじさまが、団子、団子どのやれ、どこまで転んでいるんだやれって言った後。そうすると、団子がしゃべったと、天竺の、宮間の、甲羅吹きの、お堂まで、お堂までって言った後。じいさまが、 団子を拾っていくんなんねから、後をついていったと。そうしたところが、行ってみたところが、なるほど、立派な、立派な、甲羅吹きのお堂があったと。お堂の前がさきたらば、団子は、コロコロっと転げ込んで入っていったと。じ様も、 あとをついてお父さん入ってみたけども、もう夕方なもんだから、中は真っ暗になの。それではこれでがな、真っ暗になったんだから、ここへ今晩止めてもらって、明日の朝、団子と一緒に、いさ、稽ことにしびえがと思って、止まったと。そして、夜中になったらば、 なんだガヤ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 という話し声が聞けんだと。だからじいさまが音頭のちょっとをちょっと開けて、外を覗いてみたと。すると、ああ身を覚ましてみたらば、ああこれがいいんで、ばあさまが心配して、村の人を頼んで、 そうして、今度、栗田だなと思って外を見てみたと、そうしたところは村の人どころか、赤鬼と青鬼とが、どんどん音頭を磨けて、汲んだと、いやはやじゅうさまがたまげて、急いで犬の下に隠れたと、すると、 どやどやどやっと、鬼どもが入、お堂に入ってきて、今度、袋から銭をチャラチャラチャラっと開けて、爆打ちを始まったと。その、始まった、そのうちの中の一人の鬼が、日本中で一番偉いのは、鎌倉のゴンクロだからな。 そのゴンクロウが来たらば、に、にぎでが何だから、なんて、シャンプー言ったのを聞いたじいさまが、どうせ鬼みらに食われんだらば、俺もそのゴンクロウの名を語って、そして、三かなと思って、オッケー声出して、俺は鎌倉のゴンクロウだ、 言ったそうしたら鬼みらがコンクロいイだと思って、急いで命金らのようにみんなはねて逃げていったとじいさまがんの下からそろりそろりと上がってみたらば、なんと銭がいっぺいあって、たまげちまたその銭をかき集めて袋さえ入れて、 団子と言い,いさ帰って行った後、そしてばあさまに、何だって団子どんに大したどこさ連れてがあっち、こんなに銭エッペもらってきたんだがって,語れて、語て自分心中の話を語りながら、今度銭感情しておった後、すると隣のじいさまが来て、 なんだって、ここのじいさま、どっからそんなについに見切ってきたんだやれ、と言ったと。で、じいさまが、ああ、これがな、きんながらの、きんながら今日までの一部始終のおはことを話し聞かせて、聞かせたらば、じいさまがとな、 喜んで、ほんだら、おらも真似して、山さえ行ってくるわって、よく深いさ様が、ばあさまと団子を作って行って、山のすってんぺんで食って一つ残して、さ様食いやりばあさま食わしゃりって言いながら、さ様の手さばあさま団子をあげてやって、団子が転ばねらと。そんだけど団子を転ばしながら、 なんぼ転ばすても転ばねだ。そんじも下まで転がしていって、じいさまが今度、下さえ行ったら、コロコロ転ぶかと思ったらば、転ぶどころか、足で蹴飛ばすば、あっちさえに、こっちさえに、手で直したり、なんとかかんとか、そうして、甲羅武器のお堂まで行った後、 そうして、今度、お父さん行って、泊まって、今夜は鬼が来てくれっかな。なんて心配しながら、縁の下さ拭って、待っていたと。そうしたらば、やっぱり鬼が来てくれたと。こうして、ドヤドヤと来てくれて、よかったなと思って、じ様さまがのことばっかり考えていたと。 ところが今度は鬼が言うのを待ってたと。俺が日本中で一番偉い,いのは鎌倉のゴンクロだからなって言ったと。爺様が待ってましたと思って、その次のことを考えていたせいか、オッケー声出して、俺が鎌倉の意味だって言ったと。そうしたらば、 鬼ミラが喜んで、いびが大好きになむんだから、じいさまが鬼に,に食われちまったと、一丁叫もうした。